愛知県内では今日、公立の小中高校合わせて1300校余りで終業式が行われました。このうち名古屋市中区の名城小学校では、換気の徹底や校歌斉唱を行わないなどの感染対策が取られました。式では川北孝之校長が夏休み中に気をつけることとして、交通事故、熱中症、新型コロナの3つを挙げ、健康で安全な夏休みを過ごしてほしいと児童に呼びかけました。コロナに感染しないように手洗いがいいと思う。マスクをつけるとか、しっかり家とかに帰ったら手洗いうがいをすることです。県内の感染者1万人を超える中で、多くの公立学校で明日から夏休みということなんですけれども、はい、実は先週、文部科学省が全国の学校に対してこのような通知を出しているんですね。こちら、はい、夏季休業に向けた新型コロナウイルス感染症対策についてという通知です。この中でいくつか感染対策を行うべき場面が挙げられているんですけれども、詳しく見ていきましょう。こちらです。まずは部活動、そして練習試合やコンクール、合宿、これら普段に比べると実施される機会増えますよね。そうですね。そしてプール、はい、夏休み中にプールを開放するという学校も多いですから、こうした子どもたちが集まる場では感染対策しっかりと心がけてくださいねということを通知しています、はい、では実際どういった感染対策を取ればいいのか、ここからは専門家にお話を伺っていきます。北名古屋市の西春内科在宅クリニックの浅岡達弘副院長です。浅岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずは部活ですとかプール試合などいろいろありますが、夏休みどんなところを気をつけたらいいんでしょう。まず、今の流行っているコロナウイルスですけれども、飛沫感染がやっぱり一番多い感染ルートになりますので、はい、徹底した、マスクなどでの対応だとかに気をつけないといけないんですけれども、はい、やっぱり運動におけておいてマスクをしながら運動するってなかなか難しいことなので、熱中症にもなりやすくなってしまうだとかもやっぱり懸念される部分もありますし、注意すべきことは、その以前に、感染しないことに努めることになるかなというふうに思います。感染しないことに努めること、その感染は飛沫の感染が一番多いルートなんじゃないかというところで、先ほど少し示しました場面について詳しく伺っていきたいと思いますけれども、はい、まず部活動、ここではちょっとこう運動系のこう部活について伺いたいと思うんですが、やっぱりマスクの着用と運動っていうね、こう両立しにくいところありますよね。いや本当に、なかなか難しいかなというふうに思いますし、はい、実際試合中でマスクして試合臨むだったりとか、そういったことはなかなか難しいかなというふうに思うんですけれども、やっぱり着替えや、練習外のところですね、では基本的に手洗いうがいや、マスクなどの着用で感染対策をある程度徹底することが必要になるんじゃないのかなというふうに思いますね。外すところは外す、そしてつけるべきところではつけて、手洗いうがいしっかり、そして換気もという、これまでやってきたようなことを改めてもう一度しなくてはいけないということなんですかね。はい、おっしゃる通りだと思います。では続いての場面がこちらで、コンクールですとかそういったところもありましたんで、ちょっとこう文化部系の運動はしないかもしれませんけれども、人は集まりますよね、そういった部活動どう気をつけていけばいいですか。実際合唱コンクールなどは、歌を歌う、実際非常に飛沫が飛ぶような形で密集した空間で練習を行うだと発表するっていう形になってしまうので、より気をつけないといけないっていったところになるんですけれども、やっぱりもう練習からも、リスクになっているっていったところになっているので、もうどうしてもその心苦しいところではありますけれども、練習を、ある程度距離を保っての練習をするだとか、もうそういった対策のほかないかなというふうに、思ってしまいますね。これも距離を保つなど、これまでやってきたことですよね。そういったこともやるしかないということなんですね。はい。また、強豪校などはもう2週間ずっと同じ人がもう会い続けるということもありますけれども、もうそれも個人個人がやっぱりプライベートでも気をつけないといけないということですか。
そうなんですね、本当におっしゃる通りで、まあ、個人個人が気をつけたとしても、その家族が陽性になっていると、結局その2週間 の頑張った練習も水の泡になってしまうようなことが起こり得てしまうと思うんですね。なんならそういったお子様だと最後の夏だったり最後の冬 の大会だとかがになってしまうと、ちょっと自分が体調が悪いだとか熱があるっていうことも自分で申告することすらちょっと恥ずかしいことだったり、まあ辛いことになってしまって感染の温床になってしまうことも十分に考えられるかなっていうふうに、まあ、僕は思ってます。でも体調不良があったら勇気を持って申告するということも大事ですよね。最後にちょっとプールなんですけれども、うん、これマスク外して多くの人集まりますよね。これはどう気をつけましょう？もう実際本当に、まあ、更衣室等で気をつけるぐらいしか正直ないかなと思ってるんですね、うん、まあ、プールで、まあ、近くで、どうしても競技だったらいいんですけれども、なかなか飛沫感染が飛ぶような距離感でのプールでの遊びっていうのはなかなか気をつけた方がいいのかなというふうには思いますね。本当に密集地帯に近づかない、っていったところがやれることかなというふうに思いますね。わかりました。思い出は作りたい、たくさんねいいことをしたいんですけれども、まあ、感染対策っていうところ難しいですよね。 そのバランスが大事ですね、うん、はい、ここまで、はい、浅岡さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。